小堺くんは釜飯ダメなんですよ。ご飯に混ぜないでくださいってわけ、具材を。ご飯は白で食べたいんだ、でおかずなんだ。だその気持ちもわかる。僕は両方好きだけど、はい、小堺くんの気持ちもわかる。だけど僕はパクチーは好き、はい、パクチーとミントは僕の中では別なんですよ。イモリとヤモリみたいな両生類と爬虫類みたいな。ミントは美味しいと思ったことない。大葉もよくハモを包んで揚げてあるんですよ。大葉で大葉が勝っちゃうんですよ。俺はハモ食べたいの。これね、僕がね嫌いなものがどんだけ敏感かってお話しますよ